トミ・コイブサーリは、フィンランドのヘビメタルミュージシャン。フィンランドのヘビメタルバンド、アモルフィスのリズムギタリストであり、活動初期には、グロールによるボーカリストも兼任していた。機材としては、ESP エクリプス 1CTM、クレッセントとマーシャルのアンプを使用している。アモルフィスドイツ公演トミが、ギターを始めたのは十二歳の時であり、1 9 8七年に、スラッシュメタルバンド、 バイオレントソリューションが最初のバンドであった。そこではギターとバッキングボーカルを演奏していた。同バンドでは1989年リリースのデモテープディスオーダー・オブ・コンジャーに参加した。しかし同年にデスメタルバンドアブホレンスを結成。結成に合わせてバイオレントソリューションから脱退した。アブホレンスでは2本のデモテープに参加した。 1990年に結成直後のアモルフィスに加入、リズムギターとメインボーカルを担当した。その後、1995年にクリーンボーカリストのパシコスキネンが加入し、ツインボーカル体制となる。1997年により、アモルフィスがメロディックデスメタルからゴシックメタルへと音楽性を転換したため、パシのみがボーカルを取るようになり、以降は、 リズムギターに専念するようになった。2005年に、ボーカリストがトミー・ヨーツ戦に交代し、メロディックデスメタルへ、再び音楽性を転換したが、ギターに専念している。1996年には、パシコス記念とともに、ブラック、デスメタルバンド、アジャッタラを結成。同バンドでは、サムエル・レンポという名前を使用していた。この他に、ベレン・ピサーラ、ジャム、ボレ、 カルーソエリー、ベルクラといったバンドでも活動していた。ブラックサンイオン、カロン、コタッテオリスース、ワルタリのアルバムにゲストとして参加している。特に、カロンとコタッテオリスースでは、スタールを演奏している。ありがとうございます。